カナダです。皆さん、急な連絡で驚かれたと思いますが、カナダ層、新型コロナウイルスのね、陽性反応が出てしまいまして、昨日の時点で、微熱があったんで病院に行ったんだけど、その時は陰性って言われて、ただ、熱がその時点ではね、すごい高いわけじゃなかったんだけど、もしもっと高熱になったら、もう一度ね、来て、もしかしたら陽性が出るかもしれないって言われたので、2日連続でね、病院に行ったところ、ちょっとね、陽性だったということで、ただ、濃厚接触者はね、すごく少ないくて、一緒にね、暮らしている友人 C と、引っ越し業者、ちょうど引っ越しをしていたんですけど、引っ越し業者の人は、厚生労働省の、濃厚接触者の、基準に満たされてないみたいで、引っ越しの業者さんたちは、違うみたいなんですけど、ここ数日、カナダもね、ほとんど外に出ていなかったので、ちょっと感染源がね、わからないねっていう感じではあるんですが、23日までひとまず、絶対安静で、その時に、それ以降にまた熱とかがあったら、また保健所の、指導に、従って、養生しようと思っております。皆さんちょっとね、みんな急に、バレンタインに急なね、ちょっと発表で本当に驚かせてしまったし、心配かけていると思いますが、元気になって必ず帰りたいと思いますので、少々お待ちくださいませ。ということでね、みんな本当にね、Twitter とかは、更新したいなと思っているので、ちょっと声もね、カスカスで申し訳ないのですが、ちょっとね、養生したいと思います。それでは、おつかなたでした。